山頂入り口のプレート NHK 園ミヤマ FM、放送所横浜市磯国にある園ミヤマの山頂にある展望台、柵の外から撮影園ミヤマは神奈川県横浜市磯国に位置する三浦丘陵の北端部の山。標高153.3メートル。長らく横浜市の最高地点とされてきたが、測量が進んだ結果、最高峰は大丸山。 最高地点は、大平山の尾根とされた。小高い丘に過ぎないが、三浦丘陵北端に当たるため、北側が明けて眺望が良く、新編武蔵笛戸機構にも、長野山村内南方にあり、土族に、塩海山と呼ぶ、群中、第一の鉱山にて、眺望ことに、類いなしと記されるなど、当時から十九人八周海と称された。 1752年に解散した窓か海山清城院五年寺が峰の旧で知られるようになると長野山という名に変わってそのまま山の名として広まった。周囲には、瀬上、一人沢、金沢の各市民の森があり、神奈川のビリン50選にも選ばれている。鎌倉市方面につながるハイキングコースもあって、横浜市民の手軽な行楽地として知られる。 山頂には三角点と展望台があるが、2000年頃から施錠を閉鎖され、立ち入り禁止となっている。また、富士山の県が、峰と、ほぼ同意度に当たる。山頂とその周辺には、複数の電波関連施設、FM 横浜の送信所、国土交通省、海上保安庁、横浜市、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、東京ガスの無線中継所が置かれている。 2013年6月24日の放送開始から主送信書を大仙山頂付近に移したため、大仙から送信できなくなった場合の予備送信書に移行した。ありがとうございます。